始まるよ。準備はいいかな？それで48ページの応用問題についての解説を加えます。これいろいろ書き方があると思いますので、ポイントになりそうなところをですね、中心にピックアップして、述べることにいたします。これもわかると思うんですけれども、損害賠償の範囲で、履行地裁の場合は38ページ39ページで、この問題は46ページと47ページで、学習し問題やってきましたので、で履行不能の場合ですね、40ページと41ページに関して、の今度は事例問題、書いてもらおう、はなから書いてもらおうという、こういう問題ですね。なので書き方については46ページ47ページを参考にすればいいと思うし、で内容については40ページ41ページを参考にすればいいと思います。でちょっと問題見ますね。X はということで、Y との間で高不動産の売買契約を代金1000万円で締結したと。でこの契約においては特約として X が、高土地が必要となったとき、土地って書いてますね、高土地が必要となった場合には買い戻すことのできる特約、を、締結していると。で、その後 X が Y に対して買い戻し意思表示をしたと。ところを高不動産すでに第三者 Z に転売されていたと。で、そこで X は Y に対して所有権移転登記が履行不能になったことに基づく損害賠償請求を行ったと。で、高不動産の現在価格、市場価格1500万円であるという場合、Y は X に対していくらの賠償義務を負うかということです。これ、この時点で書いてあるかな。すいません。ちょっとこれ、履行不能時点にしとこうね、一応ね。履行不能の時点での、そういうことですか。それからこれこう土地、ここなんか建物っぽくなってるんで、ここ不動産で書き換えておきますね。不動産、はい、ということです。で、これあれでしょうね、 X から Y に対して、この買い戻し権のが履行不能になっちゃったことに基づいて、まあ、1000万円、Y としては1000万円で終わらせたいんでしょうけども、X としては、これ、何なり1500万取りたいわけですね。で、1200万で取れるかどこがスタート地点になるかということですね。で、まず損害賠償請求自体はできるんだけれども、その損害賠償請求、この買い戻し権実行に基づいて、損害賠償請求権、ごめんなさい、買い戻し権が実行できなくなったことに基づいて、X がこの、高不動産を、買い戻すこと、これが履行不能になっているんだという、こういうことですね。参考となる事例はもう分かっていると思いますが、39ページですね、38ページのこの風紀丸事件を前提に39ページの問題と同じ問題になるわけですけどね。はい、そうするとまず考えないといけないのは、債務不履行の、基準時ですか。だから基準時、つまりこれは、履行自体の場合、解除時に、履行請求権が損害賠償請求権に転嫁するんだという考え方、これから考えてみると、履行不能になった時点、その時に、この履行買い戻し権ですね、履行請求権が損害賠償請求権に転嫁しているんだということになりそうですね。でそうすると、これ1200万だというところからスタートしそうです、話は。でじゃあ今度1500万円の損害賠償請求まで求めることができるためには、この登記しつつあるという事情が、これが特別事情に入る、特別損害に入るんだということを前提として、でこの登記している、中間最高価格じゃないですね、さらに降りたというわけじゃなくて、登記し続けているという事情が、それが履行不能の時点で債務者である Y にとって、要件可能であるという、そのあたりの話がちょっと書いていると思うんですけれども、39ページじゃないね、これ41ページですか、48ページの、再犯の37年の判決って、要するにそういうことですね。この辺見たら分かります。目的物の価格を登記しつつあるという特別な事情があり、かつ債務者が、債務履行不能とした際、だから転売しちゃった際ですね、
この際その特別の事情を知っていたかまた知りた場合には、債務者その登記した現在の時価でによる損害賠償を請求することができるというのは基本的な考え方だとすると、そうですよね、Y が Z に転売した時点で Y の方でこの不動産が登記しつつあるんだと、値段が上がってるんだという事情が、認識できた場合には、その場合にはこれ、この1500万ですね、この時点請求時での、時価に基づく1500万で損害賠償請求できるという、こういうことになりそうですね。だから結論としてはこれ場合分けしないといけませんね。だから原則として1200万円の損害賠償請求が認められるが、以下に述べるように Y の主観的事情にも、以下に述べる要件を満たす場合には1500万円での損害賠償請求が任用されるというのが、これが結論になるわけですから。でそれをまあタラタラタラと論じていくという、こういうことになろうかと思います。なのでちょっと結論が長くなるかもしれませんが、まず考え方のポイントとしては、どの時点でどの損害賠償請求権に変わるのかというと、この場合だったら履行不能、 Y が Z に転売した時点だろうと。だからそれが1200万であるというところからスタートだと。でじゃあその上に1500万プラス300万乗せるためには、 Y の側で不動産の価格が登記しつつあるんだという事情、このことを、履行不能の時点を基準として、認識できるという、こういう要件が必要になってくるというあたりが、まあ、ポイントになってくるんじゃないかと思います。もちろん他の論じ方というのは、あり得ると思うんですけれども、基本的には、まあ、学習した内容を踏まえればですね、そういうことになろうかなと思います。